皆さんこんにちは、沙織先生です。というわけで今日はですね、アプリでの出会いで相手がまた会いたいなって自分に思ってくれるための方法をお伝えします。結構ですね、コロナの、影響とか新型コロナウイルスの環境だったりとか、あとは今のこの時代のテクノロジーだったりとかで、この出会い系アプリの需要っていうのがもうガンガン上がってるんですね。で、私自身はアプリの開発とか監修したりとか、マチコンをいろいろプロデュースしたりとかっていうこともいろいろしてきたんですけど、今自分の中で残ってるサービスっていうのは結婚相談所だけなんですよ。なので実際にアプリっていうのは私自身サービスとして提供してないんですけど、やっぱ相談の中でアプリで出会ったけど次につながらなかったとか、アプリでもっと出会いを増やしたいんだけどどうすればいいですかとか、アプリの相談っていうのはやっぱり常に来るんです。なのでその中で私自身がいろいろ相談に乗った中で、この方法一番効果的じゃんっていう、アプリで出会った人と次につなげるために、さらにその相手の女性が、いや、あなたともう一回会いたいわというふうに思ってもらえるように、今回アドバイスをさせていただきたいと思います。というわけで皆さんですね、アプリを使っている方に聞きたいんですけども、1回目のデートとか初めて会う時、この時に特に意識していることってありますか？特に男性だとやっぱり初めて会うってなると、あ、デートだ、もしかしたらうまくいくかもみたいな期待値っていうのがすごく高くてですね、なんかなかなかうまくいかなかった時のショックっていうのは女性よりも結構大きいんですね。で、もう一回次につなげるために何をすればいいんだろうっていうふうに思った時に、ぜひやってもらいたいのが、自分自身の利用価値を相手に伝えるっていう方法なんですね。これ私がすごく尊敬するグッドより博士も言ってるんですけど、女性っていうのは男性に初めて会った時、この一番最初に接触した時の短期的魅力をどこに置いてるかっていうと、いくつかある中でもグッドより博士は利用価値が高いかどうかっていうところで判断してるっていうふうに言われてるんですね。例えばですけど、めちゃくちゃ分かりやすく言うと、すごい行きたいレストランがあったと、女性側が。そのレストランに僕連れてくよって言われたら、絶対にその人に好意なくてもついてくのが女性なんですよ。絶対にって言ったら、これ見てる女性が私はそんなことないわとか言われそうなんですけど、とかですね、美術館がすごく好きだっていう女性がいたとしたら、その美術館のチケットあるよって言うと、じゃあ行こうかなってなったりとか、なんか見たい映画、昔で言うとマイケル・ジャクソンの映画とかなかなかチケット取れなかったじゃないですか。そのチケットを僕持ってるよ、行かないって言って、その子がめちゃくちゃ行きたいと思ったら行くってなるわけですよ。なので自分自身の利用価値っていうのをぜひ提示してくださいっていうのが、今回のポイントなんですけど、これだけ言うとですね、利用価値って何ってなるわけですよ。なんか利用されるの嫌だなとか、なんか利用するような女は嫌だみたいな感じで言う男性もいるんですけど、ちょっと利用価値っていう言葉が悪いんですけど、簡単に言うと相手のニーズに自分自身が応えられるかっていうことですね。で、一番簡単な方法っていうのは美味しい食べ物を食べに行くっていうことなんですよ。女性って結構食べること好きなんですね。で、デートで食べるっていう行為を一緒にすることで相手と相性がいいかっていうのを女性っていうのは判断してるんです。なので初めて会ってお茶をしたとか、アプリの時だと大体お茶だと思うので、初めてお茶をした時とか、その後どこかに一緒に行くっていう時には、その子がめちゃくちゃ好きな食べ物をリサーチしておいて、その中でもとにかく美味しいであろう、話題であろうみたいなところを提案すると、これだけでも十分利用価値っていうのがあるんですね。利用価値って言うと嫌だね。なので相手のニーズに応えてるんですねなので次につなげるっていうこのファーストステップだけ考えた時には、できる限り自分の利用価値を表に出して、だから行かないっていう風に合う接点っていうのを作ると、この接点が多くないと信頼関係って人間は築けないんですね。なので会う回数を重ねるために利用価値を使うんですけど、利用価値っていうのを出すのは最初の時だけ、ずっと利用され続けましょうねっていう話だけではなくて、もちろん最初の段階で利用価値を出して1回2回デートした先には、自分自身の魅力で相手に好意を持ってもらうっていうことになっていくので、最初の段階だけ女性が行動を起こす、その行動を起こさせるきっかけを利用価値に置いてくださいという話をしています。なのでですね、今アプリでなかなか出会えないなとか、アプリでメッセージしてるのにデートに繋がらないなとか、デート1回したけど次に繋がらないっていう人は、もしかしたら自分自身を利用されたくないとか、なんかこういうメリットだけでついてきてほしくないとか、そんなマインドブロックがあって自分自身をそのまま出してるのかもしれないんですけど、実は最初の1回2回は利用価値をしっかり出して、これあるから行かないみたいな、物で釣るじゃないですけど、その方法が一番効果的で一番皆さんが響きやすいというふうに言われています。
はい、というわけでですね、今撮影しているこの時間がまさしく5時だということが分かる鐘の合図があったので、ここで動画終わりたいと思います。ぜひですね、このチャンネルいいなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録、皆さんのコメントには私が必ず返信しますので、ぜひコメントを残してくれれば私が喜びます。というわけで次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。